僕？夢に出てきた彼の東雲先輩が言っていた。アンドロイドに意識を移した別の世界の泉重郎、あれがそうだったんだ。でもなぜばあちゃんの若い頃の姿に。芝君は人間、未来から来た階段で過去み、僕と冬よ。重郎帰る。なおまやきぼうん聞きも別の誰か別君の僕とは年齢は覚えてる。君は僕の中にいる。あの時神社でロボットから僕に取り付いた。俺を怨霊みたいに言うなよ。他に逃げ場がなかったんだ。そうじゃなきゃそんな不自由なとこに入らねえよ。やっぱり騒がれると少々面倒だ。うまく記憶を消せるかどうかもう一度試してみるか。やっぱりダメだ。保健室に行っては東雲先輩もひどい目に遭ってしまう。彼女は味方だろう。森村先生、森村千尋、そうだ、夢で見たあの人は。先生、クラベ君、どうしたの？顔色が悪いわ。未来から僕は本当は泉重郎、そうでしょう。今の僕はあなたが作った。急に何の話？分かったんだ。ずっと夢に出てきた彼女、あれは冬坂さんじゃない。すみれ橋にいたのはあなただ、森村千尋先生。何の話か分からないわ。先生は知ってるの？芝君は泉重郎は僕の中に。おしゃべりなやつだな。台無しにする気か？黙らせた方が良さそうだ。クラベ君、夢の中の森村千尋が先生なら沖野司も存在している。彼をどこかで見た。クラベ君、そうだ、自販機前にいたあの子は沖野司にそっくりだった。
夢に出君、ちょっといいかな。君は沖野司君だろ。違うよ。声まで一緒だ。泉十郎と UFO にいた沖野君だ。わけがわからないな。相手にしてる暇はない。失礼するよ。待って、 UFO の時だけじゃない、もっと君とは合ってる。そうだ、合ってる。あれは確か未決州 E426 前を向け。薬が効いていて犯人は無抵抗だ。心配はいらない。入りたまえ。未決州 E426 顔を上げろ。電気ショックを食らいたいか。この人があの事件の犯人ですか。四季島の施設を爆破し多くの死傷者を出した凶悪犯だよ。捕らえはしたが素性も不明なら供述も支離滅裂だ。そこで君にわざわざ来てもらったわけだ。私は担当官の大西、捜査協力に感謝する。沖野司君。司君。その男をよく見てくれたまえ。知っている男かね。いいえ、見たこともありません。問題ない。君の生体反応も正直な発言と示している。どうして僕が。自白剤を使用したその男の供述の中で何度も君の名と森村千尋という女学生の名が出てきた。森村千尋だ。知り合いかね。いいえ。彼女にも捜査協力を要請するが現在国外で来週の帰国を待たねばならん。足を運んでもらって悪かったね。何かあればまた来てもらうかもしれない。はい。出たまえ。表示に従って別室へ。心配はいらない。犯人は動けない。泉十郎君、その男をよく見てくれたまえ。知っている男かね。知るわけがないでしょ。爆破テロの犯人なんでしょ。その男と君の DNA データだが驚くことに完全に一致している。え？君たちのどちらかがクローンである可能性で調査中だ。バカな。彼は何て言ってるんです。その男の供述では未来から来た君なんだそうだ。犯行の動機は怪獣の出現を阻止するためだそうだ。怪獣？ちょっとすまない。なんだ、取り調べ中だぞ。何？避難勧告？ニュースだと？起きたようだ。ちょうどいい。
あと少しだ。これはなんだこれ。興奮するなよ。血圧が上がるとノイズが増える。大きいの司、思い出した。突然殴られたんだ。悪かったな。こうでもしないとこんな怪しげな場所にはついてこないだろ。そうだ、落ち着いてろ。君は沖野司。夢では助からなかったはずの。君がまともでないのは知っていたが、その夢の話というのはおかしい。天意で周回している泉十郎は一人だけだからね。調べてよかったよ、十郎の中に逃げ込んでいたとはな。君は彼を知っているの？今は426と呼ばれる意識だけの存在だ。君に注入されたナノマシンのシステム領域に寄生している。本人に聞く方が早いだろう。芝君。こいつか。聞いていた話と印象が違うな。騙されるな。姿はいくらでも変えられる。彼が見えてる。彼は今僕の制御下にある。もう何もできやしない。まいったな。十郎がどんくさいからだぞ。そんな姿に化けてまで何をしていた。僕の人格を乗っ取るつもりなんだ。誤解があるようだな。そうしようとしたのは森村千尋だよ。森村先生。保存された俺の記憶をお前に移していた。人格も似せるつもりだったんだろうが、反対した倉部珠緒が別の人格を作った。それが今のお前だ。だって君がビデオで記憶を。記憶と模擬人格が合ってないから人格が破綻しそうだったからな。記憶を客観的なものに変えてどんくさいお前を助けてやってたんだ。どうも信用できないな。なぜ助けるの？森村の思惑がうまくいっても俺がもう一人できるだけだし、ぶっ壊れたお前の面倒なんて見れねえ。俺が勝手に利用されるのはもうこりごりだ。426、幸か不幸か、彼女は騎兵計画を諦めて倉部十郎にも今は興味がない。騎兵以外に助かる方法はないよ。それだけでは無理だ。まるで自分には解決方法があるような言い方だな。ある。生き残るため有効な手段が。聞きたいか？俺たちが円盤と呼ぶあのシステムを作ったのは2188年の沖野司。2188年。今の君からは想像もできないが、彼は非常に不真面目な技術者で、環境管理システムを作る際一部に他のシステムを使い回して作った。怪獣を呼び出す D コードは本来なら起動することのないその一部にアクセスしている。使い回したシステムというのは？この時代にはすでに時代遅れの怪獣ダイモスのシミュレーションゲームさ。ダイモスゲーム？怪獣ゲームが自動工場を動かして機械の怪獣を準備したというのか？あいつらがダイモスの名で登録されてるのはそのためさ。
必ず負けるゲームをやらされてたんだ。だけど一部のアクセスでなく、システム全体を解放すれば何が起こると思う？ゲームルールで戦えるようになるのさ。おそらく敵の破壊と連動してメタ的な褒美が現れるはずだ。特典だよ。自動工場はその特典で騎兵を強化させる。特典？メタチップとでも呼ぶかな。やはり信じられない。ま、別に今さらだ。お前らの手伝いがなくても問題ない。これは全くの無駄話さ。その話の証拠はあるのか？ああ、記録があったんだが消えちまった。人類最後のコロニーをゲームで管理する気か？それだよ、肘山。あの記録を見たんだな。肘山君？あれは何の記録なんだ？衛星軌道上のアイドルを助け出せばわかるぜ。そろそろ俺はおいとまする時間だ。何？大丈夫だ、心配するな。彼は何もできやしない。こういう手合いはきっとすでに何か仕組んでいる。妙に鋭いとこあるよな、肘山。起きろ！ごめん。あんたはゼロ。よかった、間に合った。俺の時間稼ぎのおかげだろ。とろくさいんだよお前は。言われた通りやってるでしょ、口の悪い猫ね。猫。重郎の記憶は消さなくていいぞ。でもどういうこと？行こう。安心しろ、お前らの記憶も消さないよ。彼女か奴の協力者か。
シャトルを渡して娘を受け取る。24時間経って汚染が確認されたらコロニーには戻らない。そんなこと認められません。命令だ、肘山。悪いな、薬師寺。お前は娘を置いて乗ってきたポッドに戻ってもらう。それでいいか。あなたに託せるなら娘を、恵みを頼みます。俺が必ず守る。どんなことがあっても俺が必ず。君の言った通り、あの映画みたいに怪獣は現れて、こうして僕たちがロボットに乗って戦う。ずっと前から決まっていたことなんだ。88年の記録全部知ってる。これも君の記憶なんだ。ああ、記録自体は消えちまったが、記録の内容は覚えてる。俺の記憶がありゃ説明はいらねえだろ。君はこれでいいのか。よかねえよ。あとは祈るだけなんて。でも君は僕に託した。ふぬけにされたとはいえ、俺と同じ重労だしな。これもまあやむなしだ。冬坂一人じゃ手に負えねえぞ。行けよ、重郎。君はどうなるの？騎兵を動かすのにお前のナノマシンが使われれば、俺の処理領域がなくなる。戦い始めりゃお前に何も言えねえが、俺の記憶があるだろ。するべきことはわかるはずだ。お前で何とかしろ。そうだね、やってみる。じゃあ行くよ。ああ、気合い入れろ、ジュロ。ゲームオーバーでも交代はなしだ。13番機、起動。